よし、一気に行くぞ。セット、今だわ。みんな行くわよ。アリサ、了解。オッケーです。ここなら釣れそうだな。それ。よし、大物だ。よし、ゲットだ。それ。まずまずかな。まずまずかな。それ。ま、こんなもんかな。任せてくれ。えは、任せて。私の番です。ター、データ収集終了しました。ここなら釣れそうだな。それ。しまった。それ。やっ。それ。よし、ゲットだ。
まずまずかな。それ。まずまずかな。行きます。行くぞ。
改めて見るとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシル姉に連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速お邪魔しようか。相変わらず雰囲気のある玄関ね。音楽が流れてる。ってことは稽古中なのかな。おお、きっとそうに違いね。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その実はこちらの方から相談を受けた警察のものなんですが。ああ、特務支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ねえ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。ちょうどイリアさんの稽古を劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。ね、いいんですか？イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなさじを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。お邪魔してしまって、なんて言ったらいいか。すごかったです。ちょっと魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか。当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわよ。すごいっすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた？はい、特務支援課の方々です。ふーん、確かに全然警察っぽくは見えないけど。でも事情聴取とかするんでしょ？たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないわね。まあまあ、イリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいいじゃないか。そう言われても。公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。
しみときたら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控え室にでも。あれ、イリアさん、ロイドって今そう言ってたわね。ひょっとしてあなたのこと。まあ近い、近すぎるって。フルネームは？そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。うわあ！おい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 、イリアさん、何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージとほんとそっくりじゃないの。ひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり。セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するわね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。まったく、イリアさんたら、いきなり抱きついたりしてロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。それにお姉さんに抱きつかれてちょっとは嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて、これがヒエラルキー、弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジュアジーが。それでその脅迫状の件なんですけど。ああ、そうだったわね。弟くんの頼みなら仕方ない。ちゃんと出ろ。はい、これ。どうも。頼まれたのはこっちだけど。これは新作の公演を中止せよ。さもなくば炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金。確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない？言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しくもないんだし。そうなんですか。まあ、うちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で脅しめいた手紙はそこそこ届くよ。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああ、そうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないよね。そもそも人の名前なの？それ何かの暗号とかそんな感じはしますけど。
ちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが、そのくらいだね、心当たりは。そうですか。ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったりしたとか。それはまさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのことを。あのハゲ親父のことか。あまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは、マルコーニっていう油切ったハゲ親父のことよ。ルバーチ商会っていうゴロツキどもを使ってるっていう。ルバーチェ商会。その名前が出るかよ。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチェ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。帝都のオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか、恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだよ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に？どうやら帝都方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチェはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアです。帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。それで結局そのハゲ親父はどうしたんですか？もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと？そうなんです、私もう気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある、そういうことっすか？確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか？ええ、構わないわ。少し目つきが変わったわね。私たちがステージに上がるときと同じような目。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、リーシャの心配を取り除くためにもこの件
全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえば、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか？私まだ新米ですし、ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくって。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい、どうもありがとうございます。B 社、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのもうなずけるぜ。なるほど、納得です。新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああ、そうだな。